皆様、こんにちは。Max です。今日の話はアメリカの国内問題と国外の問題ですね。一、OK、つ、国内の問題。えー、っとそうですね私は多分明日に、明後日ってぐらいで出ると思うんだけどあの、石田和也さんと越境3.0の話をすると、アメリカの中のトラック・コンボイ。OK、トラック・コンボイは何ですかコンボイはもともとあれですよ、第二次世界大戦から アメリカからイギリスまでの,あの貨物船のもう集団,もう船団、船団ですね。で、それで、あのドイツ潜水艦が大西洋にあったから、周りに空治艦がその貨物船を持って、そしグループで、もうグループで行きました。けど、今回のカンボイは違う。アメリカのコンボイが大型トラック。あのちなみに、アメリカ荷物が7割が大型トラック。結構ね、 あの私、シカゴで生まれて育ててて、スーパー行くと野菜を買うと、キャリフォルニアから大型トラックで来る。ために抗議のために、こういうトラックの天使何人があの集まってで、それでダーって、ダーッて,て運転するのを抗議するで。今、アメリカのあ南は国境の問題なあるんですよ。不法移民がいっぱい入ってるんですね。そののためそのののの抗抗議議たためめに あの、集まってあ、で、それで、あの、参加賞で行きましょう。それは、テクサス州のイーグル・パス。そして、エロゾナ州のユマとかなんか、あと、サンディエゴ。カリフォルニア州のサンディエゴ。で、今ね、ヴィジニア州。東海岸のヴィジニア州始まって、ドゥーって行ってると、はい、アメリカハト出てるとか、なんか、アメリカの、あの、愛国的なこと言うメッセージ書いてるとかなんかね。今、私、知ってるところは、ルイジアナ州。 あの私、昨日撮影撮ってて、エキオサンテゼロにシリサって撮ってて、一つのビデオ出して消しされました。えー、なんでか。だからあの、今日の概要に一つ載ってますよ。本当に現在の,の YouTube のビデオ、そのトラックの説明する。で、70万人ぐらいで動いてますよ。70万人。これ結構大きいの、講義ですよ。あの、2016年の選挙と比較すると、今2020年で、 結構、アメリカの報酬派、報酬の方とか、右派の方が怒ってます。で、活動も始まりますよ。これ、2016年で全然違いますね。全然違うんですよ。で、ちなみに、ちょっとここで、あの、石井和也さんの方の広告したいんですよ。これです。えー、っと、第三次世界の集約中途、中東、中東。明日から発売ですね。 もう今、あの、ネットの中で、あの、三隅までいてるのかみたいですね。結構三隅見てる。まだ発売中ではなく、結構面白そうな本ですよ。私、ちなみに見てて、はあこれからアジアとアフリカの橋。橋みたいは中東。和也さんは、あの、すごくその中東の専門の人ですから、ぜひ読んでください。 もう一つの話ね。やっぱり中東関係ですよ。アメリカと中東関係。最近ね、あの、イスラエルとハマス戦争で、もういろいろトラブル出てますよ。で、アメリカ結構、あちらこっちの基地に、あの、兵隊がいるんですよ。中東の方。あちらこっちの国、カタールとかバーレンとかなんかね。あと、イラクと、あの、秘密ですけど、シリア。まあ、秘密ってみんな知ってるよ。みんな知ってるよ。 で、そのシリアのところ、一応、ヨーロンサイドかシリアサイドかし知りませんけれど、やっと3人がドローンの攻撃で殺されましたよ、アメリカ兵。アメリカ兵3人が殺されましたじゃあ、あの、バイデン大統領が復讐しようとか言ってるで、て、もう、けあの、皆さん知ってる限り、国会の入り口、バーバーモダム海峡で、あの、あそこでーー、風水。 フーシ派が、イーメンの中の内戦の中で、あの、結構、あの、アメリカとか英国とかイスラエルの方に貨物船、日本の貨物船も一応やられちゃったんですけど、ああ、たるなかまあ、兵隊が乗ってたみたいな感じですね。そのフーシ派の兵隊。これが、イランに関係あるのグループ。だから、バイデン政権が、あの、そっち、どっちかのグループに攻撃するかもしれない。 空襲してとか、なんかいつも空襲空襲でえ、何でもあんまり結果出ないね。しかし、私はちょっと情報を吐いてて、今回もイラン直接に、特にイランの海軍、これ大失敗。本当に大失敗。あの、アメリカはち,ちなみにペルシャ湾に艦隊があるんですよ。それ、第5艦隊。今、日本にある第7艦隊ですね。第5艦隊はバハレン。 バーレーの本部ですね。日本でアメリカ第7艦隊は横須賀、神奈川県横須賀であの本部ですね。Okay, でもこの第5艦隊はね、これ昔あミレニアムチャレンジ、2002年アメリカをやった戦争源、研究のためにあの、全て沈没された。でええで、イランは海軍、どれ海軍ありますよ。なんとかあるよ。で、ページワン1の方だったら完璧支配できる。で、イランがね、 そうですねあの、キロクラス潜水艦、結構いいロシアの潜水艦ですよ、もスクワと。それで3隻がある。で、あの防空システムで S300、ちなみにウクライナ戦争でこれ結構古いの,あの防空システム、ウクライナもあったんですよ。でも全然アメリカのパトリアットよりでもいいですよ。ちなみに今、ロシアもね、あのウクライナ戦争で S400 も結構使ってる S500 も使って,るも使ってる、スカイ配信ありました。 ああそれとイランもね、最近もね、すごい35の戦闘機。これ一番割れた新しいの戦闘機だから。だからアメリカ空襲すると、まあメサイも結構やれる。アメリカメサー結構落とされる。それとアメリカの軍機も結構落とす落とせるよ。あの結構アメリカ失う。あとね、あのカタールとかなんかね、空軍基地もあるしとか、えー、とオーマーもあるかもしれん。UA あの UA エアブレンメイねその辺もあるしかしねイランのミサイル攻撃でもろいんです危ないんですよだからもしねバイデン大統領がこの YouTube 見るんだったらあの誰かがあの日本語から英語に訳してすみませんバイデン大統領さんやらないでくださいこれ大失敗しかしアメリカの中の結構 あのそういう右派の人たちはずっと昔からイラン、イラン、イラン攻撃する。で、アメリカがあの核兵器使わないと、イランに何でも,すもう損害するよにならないんですよ。広いし、あの結構軍隊もあるし、うん、またねあの、もっと大きい戦争になる可能性大ですね。で、アメリカも撤退してるっていう話もある、シリアとかジョルジアからとかなんかね。 とか、イラクからとか、撤退するんだったら、早くしてくれよ。本当に早くしてくれよ。OK! あの、今日ここまでですね。そして、ちょっと痛いんですね。今、あの、2月25日、私は、リズイさんと、あの、東京の文京区で、あの、講演会やりますから、時間がありますのでぜひ聞いてください。それと、あの、3月17日、大阪府、で、岸和田市、 あの、岸原大人の会と、あの、講演会もします。関西行きまーす。関西行きます。OK、はい。時間があったら聞いてください。あの、概要なんかもチェックしてください。OK。Like ボタンを押して。そして、登録してくださいね。ありがとうございました。立法のために頑張りましょう。